こんばんは。小林カモラグさん、ひとくい。いいえくん、こんばんは。いさお、こんばんは。ありのさん、こんばんは。こんばんは。えのはまさん、こんばんは。ツードール、こんばんは。満員電車、お疲れ様です。ドラゴンさん、こんばんは。この、そんな、このね、袖の服着てたらちょっと寒かったですね、今日は。てるくにさん、こんばんは。ちんたお、こんばんは。もうちょっとこうね、見えるよ。見えない。ゆめくん、ありがとう。そう、この服はちょっと袖があんま長くないやつだから。ありがとう。まっすー、こんばんは。くまさん、こんばんは。前髪切ったんですよ。そう、えのはまさん。そう。前髪切ったら短くなっちゃった。小林ひとくえさんとカラオケで視聴中。ね、言ってるんだよね。見たよ。中さん、こんばんは。ちんとこのショールームのために休憩入ったから褒めて。えらーい。すごい、えらーい。わー、すごい。とてもえらーい。いさ、お前髪いい感じ。ありがとう。ツードルパッツン良きよ。パッツンめっちゃ丁寧に切られた前髪。素敵。寒そう、寒そうでしょ。でもパーカー持ってたからね、あの被害はなかったけど、なかったら超寒かっただろうなって思います。中さん、ありがとう。チンタオ、いや、すごい心を込めて言ったつもり。すごい、偉い。すごい、さすがだな。ほら。さあ、ショールームあると思ったら早く帰る予定が、なんか遅く長引いちゃったんだっけ。ともくん、とものり、久々にともくん来たね。ありがとう。こんばんは。なんか今日肌がブツブツする。なんでだろう。花粉じゃないはずなんだよ。花粉はもうないはずなんだけど、鼻がムズムズします。エサ、お仕事集中しすぎた。でも集中できてよかったね、逆に。小林、ありがとう。今日は学校に行ってきました。学校に行ってちょっと一仕事ありまして、それからそれやって帰ってきました。今日の学校はね、2限と3限だったから、全然楽だった。伊沢、風邪じゃないと思う。 CT、 こんばんは。ともくん、鼻水対策に指突っ込んだ技用か、第二関節ぐらいまで。やめた方がいいよ、折れるよ指。ツードルね、坂道好きなんでしょ。さあ、仕事集中したいけど、さやばちゃんが浮かぶ。いいことだ。小林、さっきメガホン歌えた。おめでとう。学校お疲れ様、ありがとう。マッスーさん、火曜以外毎日次元やれたの後悔してる1年です。いやー、1年生はね、多いしね。1元でも頑張っとくといいと思います。1年生の時に1元を頑張れ。犬浜さん、気温に体がついていかんくて常にだる。わかる。寒かったり暑かったりね、ほんと昨日と今日じゃ全然違うから。いさ、気温の変化がそれでかな。うん、それもある気がする。でもちょっとあのくしゃみはアレルギーっぽい感じ。ツードール、歌い出しの水着ブレスかみ。ツードールでしょ。でしょ。Q の曲覚えて、小林。あつろん、こんばんは。しんさん、こんばんは。ぽんちゃん、こんばんは。久しぶり、ぽんちゃん。早くぽんちゃんにも会いたいな。一限はね、9時から。9時から10時半かな、私の学校は。だから、だいたい8時45分ぐらいに私ついてることが多いかな、一限の時は。
変な気候だよね、気をつけてね。ねえ、変な気候だよね、本当に。雨降ったり止んだり、晴れたり晴れなかったり。伊沢も気をつけて。小林、はい、頑張る。いっぱいあるから曲。ペルソナさん、こんばんは。伊沢9時羨ましい。まあ大学だからね、そんなに早くないかも。9時です。私はだから一限の日は7時前ぐらいに起きるかな。ともくん早めに行くなんて偉いな。そう、なんかね、8時45分ぐらいに着いてることが多いかも、いつも。まっすー、僕も同じ時間です。ただ片道1時間半なので。遠い。1時間半は辛いな。私30分ぐらいで学校着くから全然大変じゃないけど。ポンちゃん、そうだよ、ミュウミュウに真剣にならないとね、今は。でも9日ね、そうそう、ロックの日に会えるから楽しみ。伊沢、俺1年じゃおかしいから。頭もな、頭おかしくないよ。体調はさ、良くない時もあるかもしんないけど。しんさん、真面目な姉、ね、一応時間には真面目なつもり。あの、結構遅刻していく時とかもあるけどね。でもやっぱり遅れちゃいけないかなって思ってる。あつしさん、こんばんは。めんめん、こんばんは。ありがとう。たじお、こんばんは。小林、学生時代遊びすぎた記憶しかない。いやでもね、大学生は本当に人生の夏休みと言ってもいいからね。なんか帰りの空が猛空越えする。なんかね、雨降ってた、ちょっとちらっと。北九州気候狂いすぎてて、いよいよ地球が危ない。いや本当そう思うよ、本当に変わってるなって思う。伊沢、そういう早く行くのはいいね、時間守るとか大切。なんか伊沢もね、時間気をつけてるって言ってたもんね、前。まあ一応ね、守るよ。うん。稲浜、ワイ仕事9時から8時に起きる。え、でも羨ましい。すぐさ、準備できていけるの良くない？タジオ、肩がおしゃれでしょ？強そうでしょ？ピッコロさんみたい。タジオなんか、あ、これ読んだね。メン、メンメン。あ、こんばんは、お疲れ様、お疲れ様です、メンメン。普通の夜水木に真面目だよ。ありがとう。伊沢、実家には真面目。いや、他のところも真面目だよ。伊沢は真面目だよ、だいぶ。かなり真面目。すごいと思う。私、真面目じゃないからさ。あんまり。まっすー、6時に起きて7時の電車。わ、6時つらいな。ゆるそな、ありがとう、すばら。ももくん、バズフェス9位の出番遅い。そう、遅いの。夜なんだよね、私たち。いさお、ありがとう、いいところ。ちんたん、高校とかより遅いやん。そう、だけど、高校行ってた時と起きる時間変わってないかな、私は。タジオ、ありがとう。ゆうくん、こんばんは。新さん、2回生の時は午前中は寝てたな。いやー、でもね、だいぶ、ね、学年上がっていくとね、午前中寝れるからね、学校あんま行かなくてよくなるし。タジオ、え、パーカー持ってたから全然大丈夫だったけど。ポンちゃん、終わったら行きたいとこ行くことになるのでよろしくお願いします。あ、続けるんだね。なんかさ、でもあやちもなんかまたやるとか言ってたもんね、前。オタクはやめずに。じゃあいつでも来てください。敵ピッコロ、思った。ピッコロさんみたいじゃない、ピッコロの方。ほうきち、こんばんは。さあ、ピッコロじゃなくてサイヤ人の戦闘服みたい。あー、確かに、それも確かにピッコロだよね。ピッコロショルダー。ペルソナさん、ありがとうございます。今日はデニムのトップス、デニムのスカートとデニムのトップスで、デニムオンデニムでした。伊沢、いや真面目だと思います。やるときやる、それが真面目ですよ。あー、じゃあそれは私確かに真面目かも。私はやらないといけなくなったらやるからね、そういうのは。ともくん、オタクは教えにいるので僕も真面目ってことにしよう。ちょっと言っている意味がわからないので、
説明していただけたら嬉しい。ツードール日曜夜だったり行ければ髪、本当来てくれる？夜なんです。日曜日夜珍しいかも。私たちドラゴンさん明日も始発です。あ、早いんだねドラゴンさんは。まあ私あんま早起きしたことないかも。そうやって考えると人生さ。でもその方が可愛いから見れて嬉しいよ。ありがとう。タジオ寒かったけど大丈夫って聞いといて外で震えながら見てるな。寒いよね今日。風邪ひかないでね。イサはデニムのトップス。そうデニムのトップスなの。みちりんこんばんは。暑がりだから夏怖い。え、わかる。汗、私暑がりっていうか汗が止まらないんだよね。だから夏とかほんと一生汗かいてるからさ。稲浜さん真面目に不真面目してます。いいと思う。やっぱそれも真面目ってことじゃないですか。真面目に不真面目っていうのも元をこうね正しくと真面目ってことだから。一応明日早起きしてみます。いいかな。明日も二限だし。タジオ、あ、おかげさんで腰はほぼ全開しました。あーよかったよかった。パンちゃんいろいろ店マガジン街も動いてて耳終わったら告知すると、楽しみだな。なんかでもアイドルやるって言ってたから店マガジンになってほしいな。シュウさんありがとうございます。リノさんスーパーサイバ人。なんかそうやって言ってくれたらさかっこいいけど、サイバイマンって言われるんだけど。マッス今日はまだマシでも今この気温で今年の夏はどうなるの。ね、ほんとだよね。夏どうするの。焦げるよ。チンタオ今は仕事の日は昼前寝てるから9時は早いな。ね、9時ってさ意外と早いよねと言っても。ミサオやっとヒートテック終了しましたよ。もうずいぶん前に終了して、てか基本ヒートテックあんま着てなかったからさ。あちら親ケンシロウに見えたっていうのは言わない方がいい。ケンシロウにも見えなくもない。まあ確かにね。だからあのやっぱりあの少年漫画の強い人はみんなこういう肩をしてるんじゃないかな。非常真面目真逆だ。まあそれはそうかもしれない。タカセンさん初見さんありがとうございます。こんばんは。ボディーシート必需品。わかる。あのしかもねサラサラに残らないボディシートが好きなの私。サラサラに残ると乾燥する感じがして嫌で、全部もう拭き取ってくれるやつが好き。エナハンさんじゃあワイ真面目や。そう元をたどれば真面目なの。リマレーこんばんは。トモヒサさんこんばんは。イサは本当にサイバちゃんの真面目感気に入ってるよ。ありがとう。まあねやるときはねやんないとって感じですよねやっぱり。タジオもうあの痛み味わいたくないから気をつけて生活。うーん、お尻鍛えた方がいいよ。タジオ自分の体も定期的にメンテナンスするわ。うん、した方がいい。伊沢はサイバイマンごめんなさい。サイバイマンってね言われることが多い。名前からで。コンくんケンシロウ分かりみ。なんかこういうの着てるよね、なんかチッチッみたいなやつ。ポンちゃん卒業したらぜひ友達になってあげてほしい。なるよーとかなってくれるかな逆に。トミトンさんこんばんは。こんばんはこんばんは。私ストッキングさ履かないよあんまり。タイツかな。もうね暑いからね。シンさん汗かきなんですよ私。通通りやるときはやる女マンジ。いやほんとそうですよ。やっぱそういう教育を幼い子から受けてきてるんで。私はおしまいに不真面目を肯定されるオタクことはいい。まあ真面目とはまあ真面目ではない。仕事とかは分かんないけど。さあ全部拭き取ってくれるの。いや拭き取られるやめて。なんかさ汗拭きシートでさパウダーが残るさ女の子用のやつとかあるじゃないですか。ああいうの苦手で。ギャッツビーとかの男の人が使う超クールみたいなやつを私は使います。いつも時々サイバイマンはかわいそう。じゃあ僕はヤムちゃんになりますね。いいじゃんね。サイバイマンはちょっと怖いよね。
リマル久しぶりだね、ありがとうございます。さあ、私は早く元気になってねって言ってます。ゆめくん、サイバーさん最近体鍛え出したのって、まさか実は北斗神拳を使わないわ。北斗神拳はね、体鍛えたからで使えるわけじゃないからさ、やっぱあれは。小林、夏はお祭りが楽しみかな。わかるね、行きたいお祭り。誰か一緒に行く人がいたらいいけどな、いないな、メンバーしかいない。ライブで飛ばないオタクになりそう。でも飛ぶってね、結構腰に負担かけると思うし。そらさん、こんばんは。そう、寒いのが強いのは羨ましい。寒い方がまだ強いかもしんない。立ち寄り仕事の方が不真面目だよとか言うの嫌われちゃいそうだからやめときます。あ、やめといた方がいいです。シーさん、京都土産の幼児屋の油取り紙をプレゼントするわ。嬉しい、好きだよ幼児屋。幼児屋グッズ結構持ってる。ペルソナさん、栽培マン自爆するからな。え、なんかさ、頭バーンって分からない。みちりん、ビジータと一緒に出てきたのにあっさり忘れ去られたナッパも拾ってあげて。ナッパとかいたね。あんまりドラゴンボール詳しくないけど聞き覚えのある名前。さあ、俺もギャッツビーのクーレ使ってる。あ、使ってる？もう最強クーレみたいなやつ使ってる。スタッフさん、夏祭り行ってきてね。スタッフさんか。じゃあメンバーと行こうかな。ツードールライブで飛ぶから足首いってんよ私ね。足首も絶対やばいと思う。足首は結構ね、どうにもならないよねあれって。私もアイドルやってて飛ぶことが多いの、アイドルって。意外と振り付けとかで足首弱いもん。だから足首すぐ痛くなる。まっすー、僕もお祭り行く相手いない。でも大丈夫、お祭りってみんなでやるから楽しいのよ。だから一人で行ってもみんながいるから大丈夫。え、なほまさん、公衆トイレで髪切れてて静観せず吹いた時声出た。やだー。本当にやだ。想像した。声出そう。でもなんか昔父親が使ってたその最強クールみたいなやつでなんか目触っちゃって、もうなんかみたいなになってみたいになっちゃった。でさ、俺最初サイバーちゃんのことをサイバーマンと呼んで言ってました、ごめんなさい。いいよ大丈夫、だって画像とかつけてこないじゃん。前なんてね、サイバーマンだねってね、サイバーマンの画像つけてきた人とかいたからさ。ドラゴンさん呼んだ、あ、ドラゴンボール。スタッフ断られた。やっぱさね、大人じゃなくて同い年のぐらいの人と行くのが楽しいじゃん。ペルソナさん、足首ね気をつけるよ、うん、よく痛くなる。ポンちゃん、最近めっちゃファンが増えて嬉しいことなんだけど少し寂しい。え、いいことじゃないですか。まあ、ポンちゃんは寂しいかも確かに。ちんと、最近ライブで飛んでたら足のすねが痛い。あ、すねも痛くなるかも。私もたまに痛いもん、すね。なんでだろうね、あれ。前に重心かけるとすね痛くなるのかな。ひとっきりぼっちゃお祭り楽しいよ。あ、経験者がいるんじゃないですか。シェイさん、お祭りもいいけど花火もよろしいで。花火もいいよね。花火も見たい。でもさ、花火ってさ、もっと家から手軽に見たい。やっぱりさ、東京だと有名な花火のとことか行くとさ、電車も混むしさ、行きも帰りも大変だから。稲浜さん、使い方間違えると危険。ね、本当にそう。目とか触っちゃダメだよ本当に。もうね、目じゃなくてここら辺でもダメだと思う、強すぎるともうってなるから。ポンちゃん、こういう時どうするのが一番アイドル嬉しいのかなって悩んでます。あー、どうだろう。うん、私はそうだな、確かにずっと応援してくれてた人がちょっと寂しい気持ちになるのはわかるけど、でもそれも本人、アイドルの本人は分かってると思うから、なんかだからといってその人だけをすごく特別に扱ったりとかってやっぱりできないと思うのね。けどなんかそういう、なんだろう、例えばポンちゃんがちょっと寂しいなっていうのは多分アイドルあやちも分かってると思うから、なんか今まで通り
同じように応援してもらえるのが一番嬉しいんじゃないのかなって思う。私もそうだな、なんか結構なんか例えば私にもっとファンの人が増えて今応援してくれる人たちがちょっと寂しい気持ちになることもあった時に、なんかでもそれでいきなり昔から応援してたじゃないかみたいないう感じちょっとなると、うん、そうだけどみたいななんかいきなりそうなったりすると困るかもね。今まで通り応援するのが一番じゃないのかなって思う。なんか別に新しくファンになった人に何か譲ってあげることも必要ないと思うし、今まで通りでいいと思う。ミサオ最強クールの目は開かなくなるわ。そう、開かなくなるよねあれマッスー授業中眠くて目の下あたりを静観視で拭いてた人いたな。わかる。私目薬眠くて刺すときあるんだけど全然効かないときなんか塗るもん。あのなんだっけ、ヤードムだったかなっていうタイ のスースーするスティックみたいなやつがあるんですよ。それミナからもらって、で日本にも売ってたりするから買うんだけど、それをこの鼻のこことかこのここに塗ったりとかします。足首鍛える方法知りたいよ。あんのかな。それとライブやったものをよくよく考えると意味不、これが高まるってやつか。いや大丈夫、全然意味不じゃないよ、高まるってことじゃんカモラグさん、うちはベランダから花火見れますよ。羨ましい。私もね、実家だとベランダから見れるんだけどね、やっぱこっちに住んでるとなかなか見れなくて。スタジオは昨日見送りできなくて寂しかったから今度からちゃんと構えます。あ、そうそう、あなんか帰る方向が違ったからさ、そっちまで回らなくてごめんね。ひろまるんちょすさん、こんばんは、ありがとうございます。ドラゴンさん、地元の花火大会音しか聞こえない。でもさ、音だけでもさなんか嬉しくない？夏って感じしない？イサオ、いつかサイバーちゃんのために花火打ち上げてみようか。予算の都合で一発だけ。え、すごい、どういう花火にしてくれるんだろう。緑ひときりさん、若葉台の花火おすすめ。若葉台ってどこにあるの？まっすー、昔は家から花火見えてたのに建物建っちゃって今で音だけに。あー、そういうのあるよね。高いマンションとか建っちゃったりすると見えなくなっちゃうもんね。うつろお祭りで浴衣のカポー、浴衣のカポーか、カポーとかいっぱいだもん。いやほんとそうだよ、浴衣のカポーとかいっぱいだから、ほんと浴衣のカポーかよって感じだけどさ、しょうがないよねペルソナさん、花火は線香花火が好き。いいよね線香花火も。でも私苦手なんだよね線香花火やるの、すぐ落としちゃう。深い深いいい話タジオポンちゃん飲み行こう。だってタジオが言ってるよポンちゃんに。時なんか物販でクジの歌詞を思い出した。あーあのあれね、確かにああいうちょっとそういうのも歌ってるかも。ともくん、売れてほしくて応援してるけれどそうなると遠くに行っちゃったみたいで寂しい気持ちわかる。でも私もなんか韓国のアイドルの練習生を応援した時に、やっぱまだ人目に触れてない段階だから少人数で本当に応援してて、めちゃ昔の話だけどね。でやっぱ最近はもうデビューして活躍してる人たちだから、それでもなんか私はそん寂しかったし、もう私が見つけたのにみたいな言ってしまえばっていう感じだったけど最初の方は。でも最近はなんか素直に、あーすごいなー、かっこいい、いいいいねいいねみたいな、かわいいかわいいっつって応援してる。じゃあわさびを目付近に吹きかけないでね。ねえわさびを目付近に吹きかけることある？ポンちゃん、サイバーちゃんに聞いてスカッとした。そうだね、ありがとう、よかった、同じアイドルとしての意見だから参考になったらいいな一輪ライブでリフトやミニゴーランドは避けることできるけど、もしろかわせないから禁止してほしいな。もしやるとこはそんな限られてるんじゃない、キリンズとかはないし。私は、いや俺の方こそごめん、階段の物販だったからなるべく邪魔にならないところにいた。ねえ狭かったもんね昨日は。ちょっと
生ドールライブで花火打ち上げていいっすか。あの危ないので心の花火を打ち上げていただけたら嬉しいです。ヤシさんこんばんは、久しぶり。さあ音だけでも夏を感じるけど、サイバちゃんの私服がもう夏を感じて一足先の夏。なんかでも夏先取りしちゃう、最近暑いし。ポンちゃん、タジオさん、ぜひ怪しいやつ、今はサイバちゃんみたいな状況です。お、すごい。でも全然私より人気では、あやつの方が。ポンちゃん、9日は感謝の意を込めて行動させていただきます。ありがとうございます。中通り難しいこと考えずにその日を全力でオタクするのが良いよ。良いよね、やっぱりその日を一日一日全力でね。エサをわさびやられた、わさびを目に吹きかけたことがあるんだね。じゃあともくん、わさびを目の下に塗られたことのある。やだー、もう想像しただけで痛い。あつろファン心理分かってるね。本当？あんまり日本のアイドルちゃんと応援したことないけど、韓国のね女の子とか応援したことあるから。小林、鼻にわさび経験者、え、結構いるんだね。みんな悪ふざけとかでやるのかも。まっちゃんこんばんは。マス、わさび寝てて目が痛くなったことなら。わさび寝るってどういうこと？わさび寝てたの？作ってたってことですか？ソムちゃんありがとうございます。ヤシさん、ワンフォーのめぐちゃんが今度13月の女の子の舞台に出るって聞いて、水ピップの舞台を思い出してた。あ、やるよね、また13月。多分役名変わんないと思うけど、何役やるんだろう、気になる。私今回出ないけど、またやる。結構難しいお話だから、何回も見に行った方がわかるかも。フジヨンさんありがとうございます。タジオ、マリンスタジアム近いから音だけはいっぱい聞こえる、ずっとどんどん行ってるわ。あ、そっか、千葉だもんね。音を聞いてもなんかあれじゃない、あの、あー夏感じるよね。さあ興味あるからといってわさびやらないよね。やらないよ、痛そうじゃん。だってひときゅい若葉台は町、まあ町田とか、なるほど、とかの方いいんだね。なんかでも行きたいかも今年は。ともくん、あ、それは二十歳になってお酒飲んだ。あ、飲んだよ、実家に帰った時に。この話は特典会でしてる結構。ジンさん、サイバーバースデープレゼント育ってる。お、育ってるよ、ありがとう。くれたもんね。一応日曜久しぶりにワンフォーかぶるけど、時間離れすぎて悲しみ。あ、そうだよね、離れてるよね、私たち夜だから。中通り13月見に行くの。あ、なんか出てる推しメンとかが。竹春さんこんにちは、こんばんは。トモくん、13月今回見に行くこと義務みたいになってる。あ、そうだよね。そうじゃん、そうじゃんつって。ドラゴンさん、試合でバイトしてた時粉わさびを水で練ってた。あー、なるほどね、粉わさびを水、そんな風にわさび作るんだね。あちら、夏の匂いってない？夕立の後の匂いとかさ、ある。夏の夜、夏の匂いある。さあ、日曜夜なんだよね。しんさん、お酒の好きなのは、なんだろう、ハイボール。マッスー、旅館のお刺身を出すときにつけるわさびを練ってました。なるほどね、そう、ご飯に使うやつか、出すやつか。朝が良かったな、日曜の朝は辛くない。一里に町田編、ワイの住んでる相模原近いからよく行く。あ、そうなんだね。ともくん、主演さん、そう、主演様、主演、あ、そうだね、主演様だからね。行かないとね。ちんた、2日は行きたかったのに仕事で行けなくて泣いてる。中通る、室井優ちゃん。あ、あれだ、エレクトリックリボンの子だ。いさお、一日を楽しくなれるからね。確かに。でもさ、夜にライブがあっても、ライブ夜にあるなって楽しみな気持ちで一日を過ごしたら、一日が楽しく感じられるんじゃない。タジオ、本当に本当に13月の時に水木に会いたかった。
いやでもその次で会うことになるからそんな変わんないよ。変わるか、変わんない、変わるか、変わるわ幸せは長く感じられる。確かにそれはそうかも。角さんこんばんは。バス、季節の香りは大好き。いいよね、夏とか結構いい匂いする。いい匂いっていうかエモい匂いがする。小林、コークハイ美味しい。あ、そうだね、ちょっとなんかジンジャーハイボールとか飲みやすくて。藤尾、まあピンスポも完全に偶然重なった感じだったし、13月であっても始まってなかったかもしれん。いやね、ほんとそうだと思う。早朝マンなんで、伊沢はね、確かに早朝マンだから。早起きは慣れてる。ドラゴンさん、ドラゴンさんと伊沢は早起きマンだからね。ウイスキーの CM 狙おう。狙いたいよ、あれやりたい。吉高さんとかがやってるやつ、やってたやつともくん、あ、まだチェキをビールにつけてないやん、20歳になったのに。あ、そうだね、やらないと、やらないとっつって。しんさん、また関西来ては。行きたい関西。まっす、僕が K のライブに初参戦するのいつになるのや、なるのやら。いつにする、いつにしますか。ラジオパレードって言ったらめっちゃ笑おうと思ったのに。パレード角さん全然会えないけど忘れないよ。角さんこの前もね、ちょっと時間合わなかったもんね。ツードールさん、ツードールさんだって。ツードール、ツイッターつながってたな2人とも。うん、そう、昔喋ったことあるよ、前のグループにいた時に。ゆうちゃんが、さ、夜だと時間通りに行かないととなると思いっきり楽しめない。あー、そっちね、確かにそれもあるかも。一番優先時間ね、気にすると確かになんかね、気になっちゃうよね。エレクトリカルか、ちょっとちげえわ。エレクトリックじゃん、エレクトリカルパレード。てんてれれんてんてんてれてれ。パパさんこんばんは。ぽんちゃん、ハイボール飲みながら配信楽しみにしてます。いやー、なんかさ、私がもっと大人っぽい見た目だったらいいんだけど、やっぱりちょっとまだ中学生高校生に間違えられるというのもありますので、そうですね、あんまりね、うかうかと配信できないかなっていうのはあるけど、やりたい。コンサンドシティズン、ハロー from England、 ハロー from Japan。 そう、 CM 出れると何でも OK だよね。 CM で、あと私ね、歯磨き粉とか歯ブラシの CM 出たい。ヤワオこんばんは。あちらはバーのママ役やってほしい。氷割るのがちょっとねえねえに下手な感じ。なんかね、そういう役もいずれやるようになるのかなと思うとワクワクする。やっぱりまだね、高校生とかの役が多いと思うんだよね、とか大学生、同い年ぐらいとかのやっぱり見た目で損することもあれば、まあ、女優だと損することもあるし得することもどっちもあるんですけど、まあ、グラビアだったら若く見えることは損ではないかなって思います。アイドルとかグラビアだったら。僕コークハイ好きでよかった。あ、そうなんだ、好きなんだね角さん38歳なんて会いに行けてないわ。まだね、そう、そうだね、確かに。なんかやっていても、あ、もう行かないってなるからね。確かにね、時間気にするとそうだね。シンさん、そういえば USJ で、あ、またやるんだ、進撃のアトラクション。あれ、あのあれかな、え、なんだっけ、やるんだね。のんべんさえならないようにね。え、全然ならないと思うそう、キュート、かわいい、ありがとう、センキュー、センキュー。川島宝吉、細胞は歯が命、歯が命だから余裕で得することのが多いと思ってた。まあどっちもあるかな。ツードール、またね、ありがとう。
チンタ、俺はジンジャーハイボールが好き。美味しいよね。こうやってお酒の話ができるようになるのもなんか二十歳になったからなんだなと思うと面白い。そう。スロさんということで失礼します。今度ナルハワールドの可愛さがめっちゃハマってるよね、ナルハ。待ってます。What is your age? あーと20 years old。20 years old です。20s。いさお、美味しいお酒ね、出会えるといいな、本当に。なんか、そうだね。まあ、そのうち、どんなお酒も美味しいって思うようになるんじゃない？私は自分の歯より細胞を大事にします。自分の歯も大事にした方がいい。え、那覇浜さん、ライブ会場でレッドブルかスミノフば。ね、スミノフってみんな飲んでるよね。美味しいの。シンさん、遠征がてらぜひご来園ください。行く行く。最近全然行ってない。あちらを、僕は味覚子供だから、お得梅サワーが好き。あ、お得梅サワー聞いたことある。あれ何？梅サワーなの？梅干しサワーってこと？あ、めっちゃ入れちゃった。イサオ、俺梅酒紅茶で割るのが好き。え、梅酒って紅茶で割るんだね。美味しそう。I'm sorry, I no speak Japan. OK. I don't speak, I can't speak English. But, I... わかんない。I love you. 私は自分がワイン苦手なことが分かってから全く飲んでない。ああ、そうなの、苦手なんだね。小林生誕の時に初めてスミノフ飲んだ。え？ウケる。今度子供ビールあげるね。子供ビール飲んだことないんだよね、私。飲んでみたい。辻さんこんばんは。あ、鹿児島から？すごい。今日鹿児島行きたいなって思って鹿児島旅行について調べてた。なはまさん、スミノフのお酒の感じあんまりしない。あ、そうなんだ。ジュースみたいな感じかな。ともくん、スミノフが美味しいかどうかを試す配信はよ。なんかさ、ショッキング映像になりそうじゃない？私がお酒飲んでるさ、映像とか見たら。コロコロ、こんばんは。Your English is very good. Oh, thank you! Thank you! I can't English. あつろ、甘い梅酒と違ってお得なサワーは酸っぱいの。なるほどね。美味しそう。時さっきまでカラオケでずっと飲んでましたけど、弱いからすぐ真っ赤になる。お、弱、ま、真っ赤になるよ。私さ、父親と飲んだんだけど、うん、一切赤くならなくて、そしてあまり酔わなくて、なんかもしかして私お酒飲めるタイプなのかなって思っちゃって、なんかね、一杯とかじゃないの、割と飲んだの。なんかね、ほんと顔一切赤くならなくて。さあ、よし、今度サイバちゃんに英語を教える。適当な英語、適当な英語を教えてほしい。マッス、コーヒーも飲めない子供時代だからお酒も飲めないと思う。ダメ、まだ飲んだらダメだよ。でもお酒はどうだろうね、美味しいと思って飲む人もあんまりいないかもね。やっぱり友達とその場を盛り上げる、気分を盛り上げるために飲んだりする人も多いかもだしね。親父はビールやな、乾杯。ビールいいね。はぁ、I love you too. Thank you. Thank you しか言ってない。I speak thank you only. タジオすまん。頑張って喋ってるとこありがとう。みちりん、最近はライブハウスだ。ドリンクコインで水ばっか交換してる。ペットボトルだから楽。あ、そっか。水はペットボトルでもらえるのか。さあ、鹿児島すごい偶然。そう。鹿児島旅行についてね、調べてたの。クルニャピー、ありがとう。イサオ、サイバちゃん絶対会わないもの。
タバコ絶対吸わないでね。いや吸わないね。トモくん飲酒配信意外とみんな喜ぶと思うんだから、ただ吐かないでね。そんな吐くほど飲まないよ。強くないと思うけど、どうわかんない。チンタは顔に出ないの逆に危険だよって言うよね。顔に出ない人危険っていう。私全然何も赤くならなかった。お酒相手に油断は禁物だぞ。そうだね、油断禁物。じゃあ水木強そうなイメージだけど平気でガンガン飲みそう。なんかそうだね、赤くならなかったね。Before is go 大阪 and Tokyo I love 日本。あ、そうなんだ。大阪のどこ行ったんだろう。そうなんだね。When did you go 大阪 and Tokyo。いや、うまいもんはうまい。そうなのか、わかんない。ドラゴンさん間違いなくのんべい路線一直線。そうなのかな。稲浜、お酒は自分の限界を知ることも大事。そうだね、人に迷惑をかけないために。味は顔赤くなった方が周りが心配するからいいんだけどな。多分なんか心配されないと思う、私は。So I need you. I need you じゃん。I need you. 時々女子大生が合コンで頼むようなカクテルばっかり。かわいい。稲浜天文館で、あ、白熊ね。前昔行った時に食べた気がする。So お酒飲めたと言って調子ならないで、全然心配されなくてもね。全然飲まないから。安心してください。豊橋のマー君さんこんばんは。クイナイピンお酒怖いから飲まない。そうなの。でもね、なんか自分の言ってることとか思い出せない人いるしね。みちりん、酒は純粋に美味しいよ。ワインとか一人で飲む、付き合いでは飲まない。そうなんだ。まずお酒を最初に飲むのは家族と一緒で決めてますので。あ、そうなの。いいと思う。でも喜ぶと思う、お父さんとかお母さんとか。小林、今日は梅酒メインだった。梅酒か、かわいい。2タイム大阪、あ、東京4タイム、結構邪魔なんだ。東京4タイムズ20,013 and 20。そうなんだね。じゃあ4 years ago。 ともくん、二日酔いでサイピョンプロデュース公演そして殴られた。酒を飲んでも、それあったよね、そんなこと。どこはウェア、ね、いつって聞きたかったの、ウェンって。さあ俺もいつかサイバちゃんの前で赤くなりたいな。おお。伊沢お酒飲まないよね。あの結構ライブの時お酒飲んでさ来る人多いけど、飲む？チンタ、僕は仕事明けで飲みに行くとすぐ寝ます。眠くなっちゃう。ポンちゃん酔いすぎて道端で寝ているサイバーちゃんにだけ会いて、いやーそれはやばいよね。下品極まりない、本当に。そういう女がいたら本当にね。品格がなさすぎるって言いたいよね。ドラゴンさん、お酒は飲んでも飲まれるのですよ。本当そうですよ。 What is your name? My name is 水木サイバー。サイバー。コークこんばんは。コロコロ本人やってないよね。笑い情報、怒り情報、絡み情報、果たして水木どうかな。どうだろう。あんま分かんなかった。笑うかもしれない。泣いたりとか怒ったりとかはしない。シンさん、カクテルはブラッディーマリーがいい。ブラッディーマリーって何それ、めっちゃかっこいいや。さあ周りは飲み仲に何度も迎えに行ったりしていた派です。真面目。大変なやつじゃないそれ。解放しないといけないの。鍋さんありがとうございます。
私は人生で一回だけガチで酔ったことあるけどめっちゃ笑い上手だったらしい。あ、そうなんだ、意外。二流さんこんばんは、ありがとうございます。カウント嬉しい。一級小林さん飲み放題で梅酒8億杯ぐらい飲んでました。8億杯いやもうフォーエバー梅酒だったんだね。アスカさんこんばんは、私は緑色担当です。通信制限つらい。私も今ね通信制限なの、 Wi-Fi でやってるけどね。When you speak English, you are so 可愛い。 When you speak, it's あなた。ハワリガルありがとう。Thank you, you are so 可愛い。Thank you. さあ、お酒は飲むけど、アイドル現場で飲まないにしてる。迷惑かけるのも良くないんで。だよね、飲んでないよね。うちなんか飲んでたとしてもなんか普通の人が多いけどね、やっぱり。それでなんか誰かに迷惑かけるのはすごい良くないと思うけど。ともくん、チータオさんの寝顔ならたくさんストックあるよ。いや、振り袖だから、振り袖だから放出していこう。ブブサップは酒強そう。え、なんか体大きい人ってお酒強そうだよね。久男、車の運転と一緒の考え、お酒飲まない。大事にね、大事にやっていこうってことだね。チンタは仕事から酒に飲まれてる人よく見るから、そうならないように気をつけてね。あ、そっか、確かに見るよね、よく。伊沢は何もない時は飲む。酒を楽しんでいい時は飲む感じかな。ホモラグさん、記憶の車読んだの大学生の頃だけだわ。 UFO に連れてかれたとか言ってたらしいが、虚言。虚言。それは虚言ってことでいいのかな。大学生はね、すごい派手に飲むからね、みんな。特に男の子は。小市くん、こんばんは。得意。僕はスクリュードライバーが一番好き。スクリュードライバーって何？超かっこいいじゃん。何それ。医者を解放しに1時間半かけて行ったことある、仕事帰り。すげえ迷惑。それはすごい迷惑だよ、それは。さすがに。ラベさん、フォローしたのでまた遊びに来ます。ありがとうございます。いつでも待ってます。キーンズは毎日こうショールーム配信してて、あの5人いるので5日に1回私配信する感じになるので。タジオ意外とはあんま記憶なかったけど、タジオって言うと愉快になるねって後日聞いた。え、なんか泣いたりしそう。アスカさん、昨日サイドポニーでした。こいつく、酔っ払うと何言うか分からないから酔っ払わないようにしてます。えらい。イサオ、ダメな現場もあるから、そういう考えあるから飲まないよ。あー、確かに、あの入れてくれないところとかあるよね。今なら泣き情報かもしれん。いやー、その時によるよね。 Are you famous in 日本？No. No, maybe I No. I want to famous. チェンタオ、おい、おい、細の余計なこと言うんじゃないよ。いや、振り袖だからいいじゃん、あげよう。伊沢、裁判所のとこは大切にしたいと思ってるからです。真面目かよ。いや、でもありがとう。そうやってね、コントロールして、自分を。しんさん、10期でビール飲んでる写真をインスタにあげないあげないですね、多分。ポンちゃん、体でかいけど、下校？下校だっけ、これ。下校です。あ、そうなの？かわいいね、ポンちゃん。意外と。顔文字めっちゃかわいいんだけど、これ。困ってるよ。小林、潰れるまで飲みません。心に決めてる。それは決めた方がいい。エナハマーさん、30過ぎてから飲んだ次の日が辛い。抜けない、お酒が。ナベさん、5日後にありがとうございます。ゆしきさん、こんばんは。ドラゴンさん、お酒にお金をかけるので吸引所に投資します。ありがとうございます。嬉しい。でもその方がいい。タジオ、泣いたりしそう。多分その通りすぎて、うん、泣いたりしそう。秀樹さん、こんばんは。ライオンパークで初めて見ました。ありがとうございます。一
人系スクリュードライバーはモドラーの可愛いドライバーでかき混ぜる全く新しいカクテルです。いやいや、でもおうそなんかいっていうね。そしてI hope you famous soon. Thank you. 頑張る。頑張るってなんて言うの？頑張る。頑張るってなんて言うの？ファイト。うん、違うな。ファイトじゃない。こいつくん酔っ払うとほとんど水木への告白。確かにこのショールームの時はそうだね。たちお宝振りすぎるのほんと良くない。まあ、肖像権があるから。ちゃんと確認取った方がいいよ。マジです。リサオ、iPhone、I want famous。ああ、今度英語教えます。そう、あ、全然喋れない、英語。マジ、スクリュードライバー、ジャンギの技みたい。スクリュードライバーってかっこいいよね。なんちゃって英語。タジオ、酔ってなくても好きしか言えない俺は。ああ、水木以前に言う。ああ、そうかな、そうだね。Do the best! Do the best! みちりん、基本的にチューハイなら安いし、ジュースみたいなもんだから、一貫で酔うことないの飲むならその辺がおすすめ。そうか、そうだね。ともくん、スクリュードライバーはウォーズマンの必殺技。ね、嘘つかないで。あ、本当なんだ。それは本当なんだよ。ウォーズマンって言ったね。こういうのでしょ、ウォーズマンって。ポンちゃん、10代からしてるアイドルが20代になって酒飲んでるツイートすると感慨深い。あー、なんかエモい感じ私はね、やっぱショック受ける人もいると思うから、商売のイメージ的にだからね、あんま載せないと思うけど、でもこうやって最新で話すとさね、感慨深いよね。タカさんこんばんは。ヒュータロー、 I'll do my best。 I'll do my best。 ヒュータローこんばんは。 I'll do my best。 タカさん久しぶりです。まーさんこんばんは。ラジオ、俺が誰か晒したらそいつに5倍ぐらいで晒し返されそうだからオタク怖いね。肖像権ちゃんと許可取ってって。そうそう、この前が緊張の時から知ってる子がイムステレてびっくりした。そうなんだ、すごい。ヨシキーさん、ショック受けないけど一緒に飲みたい。逆にこちら、ももクロのメンバーがビール飲んでる画像を見たときは時の流れを感じたな。そうだよね、ももクロさんとかも本当にちっちゃい時からやってるもんね。まーさん、初愛、ありがとう。行きたかったんだけど、風邪ひいてたんだ。流行ってるよね、ちょっと今若干。お大事にしてください。ヘバちゃん大きくなるよ。なるよ。心配しないで。期待はしてていいけど。スーさん、こんばんは。タカさんありがとうございます。情勢こういちくん情勢ねえ、明日の天気は晴れるのかな。イサオ自信ある子すごいね、頑張れ。でもね、その自信はやっぱりイサオとかの応援から作られるものだからね。みんな応援してくれなかったらね、自信ないマンだよ。まあ今でも全然ないですけどね。まあでも口だけでも言っとけばなんとかなるかなっていう、まあ言霊ですよね。期待しかない。ありがとう、えのはまさん。多少酒たしなんでるぐらいだったらいいけど、いきなり宴会みたいなことしたらさすがにびっくりする。いや、それはびっくりしすぎるでしょ。こいつくん、女子でも酒飲める人は嫌いじゃないです。お、まあね、あんまり飲みなーみたいな感じじゃないかな、私は。What music you like? うん、なんだろう、何が好きか。マイグループソング。I'm Japanese idol だよ。北海道はでっかい道さん、今日はノリノリな感じで、今日もノリノリだよ。静岡ぶりだね、スーさん。まーさん、盆職の人たちも仲良くなれたかい。そうだね、あんまりなんか
時間がずれててお話あんまりできなかったけどね。小林サイバちゃんに会いたくて震える、会いたくて会いたくてブリブリブリ、サチオずっとずっと月ありがとう。ミサオ明日の天気はサイバちゃんが笑顔でてくれれば晴れます。お、じゃあ笑顔でいよう関西は晴れです、いいな。ミサオきっかけを大切にだね、つかもうぜつかもうぜドラゴンボールサチオ時間ありがとう。コンちゃん高層マンションでパリピのような飲み会はショックだけど大衆居酒屋にめっちゃ好感持てるあー確かに高層マンションでパリピのような飲み会はねやらないと思うけどね、てかやらないね、思うじゃなくてもうやらないね、縁がないでも大衆居酒屋は なきにしもあらずですかね。やっぱりサイバちゃんに早く会いたいです。6月2日会えるね。ただもあんまり話せなかった、もうあんまり話せなかったもん。チンタはもうホサンさんに振り下げられたから責任取って、お、見ときます。振り下だからいいよね。今週間メンバー優しいよ。そうなんだね。ねえもう1時間経ったん。ドラゴンさんドラゴンボールで反応そう時計ない場所で見てるから分からず、あ、そうなの。なんかこのパソコンの時間もちょっと狂ってるっぽい。もう終わるのかな。じゃあまずはニート卒業しなきゃ。ニートじゃないよ小林さん、大丈夫。ということで次のライブは6月2日に東京 FM ホールさんでライブがありますので、もう次のライブ6月なんですけど、6月は6月もライブありますのでいっぱいぜひ遊びに来てください。今日の配信サイバミズキでした、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。